Hello, this is Hiroshihayashi Hamamasuri Japan.Today's story is about a very strange mountain in Yamagata city.This is a Japanese version for、uh, Japanese speaking people. みなさん、こんにちは。えー、今日は、山形市にある千歳山について調べてみました。えー、Man John という方だと思いますけれども、 男性の方だと思いますけどもこんなメールをいただきました山,山形県の千歳山はを調べてほしいという依頼だったんですねで初めは私は軽い気持ちで調べて、まあ、こういう時代はほとんど毎日に届きますので、まあ、軽い気持ちであの調べてみましたで少し前数週間前だったんですけどどなたからから ちょっと名前を忘れてしまって申し訳ないんですけども、遠水化が古墳というのがあるから、それも不思議だから調べてほしいという依頼もあったんですねで。そのことも少し頭にありましたので、この千歳山を調べながらも、まあ、なんというか関連があるのかなと思って調べてみたんですね。これがあのとあの千歳山なんですで。山の頂上が不思議なんですね。この山の頂上の一つあの人がですねあのボスニアンピラミッドの山の頂上の一つに似てるんですね。で私はまあ大変注意を 注意というかあの、興味を持ちまして、ずっとぐるっとこの周りを一周してみましたんですけども、確かに普通の山ではないような気がするんですね。こういうのを見ると、ゾクゾクするんですね。もっと言いますと、感動するんですね、うん。これは何かあるぞっていうような感じ。まあ、いわゆる直感ですね。まあ、こんなことばっかりやってますから、そういった直感が働くようになるわけです。 でこの山をからですねまあこの,このままで調べて不思議だということで終わっていけないこの神社のこのこ山のふもと神社ありまして何かしらんけどもあの石だけでできた鳥居があるということも聞いていあの聞いたというかあの調べてみましたらわかりましたでこの山からですねああのまあ、この山このこのようにこう不思議な筋があることもちょっとこう気になってるんですけども岩山だろうなと思うんですけどもねあのこの千歳山からですね、えー この山がただその形が変、まあ奇妙だからっていうことじゃなくてですね、まあこんな事実があるんですね。このように、ここに千歳山があるんですけど、まあ、まあ、東に線引いてみたんですね。そしたら先ほど言いました、あの、ていうか、ごめんなさい、この角度を測ってみたんですね、あの、遠水か古墳とね、そしたら89.30でもう90度なんですね。で、これはまあ東ですから何かあるぞと。っていうことになりまして、その、 そこから今度はですね、さらに、えー、こ,れこれが今、ちょっと皆さんにお見せしますが、あの以前何数、数週間、もうずいぶ前ですけども、前、遠水川古墳を調べてほしいという方がい,たいらっしゃって、ごめんなさいね、何もお名前を忘れてしまいましたけどもあの、そこでちょっとマークしておいたんですけど、この遠水川古墳はですね、なぜ重要かというと、これをね、90.00で真東に向かうんです。 90.00、皆さんもこの遠水が古墳から90.00であの、まあ、東に線を引いてみられるといいと思いますよ。するとですね、この線がですね、えー、ハワイの、えー、マウナロア火山へとやってくるわけです。これに驚きましたですね。これはあの黄色線は90.00で引いてきた線です。で、やっぱり火山来るわけですけど、マウナロア火山来るわけですね。 で、これがマウナロア火山、向こう側の方が山ですけども、マウナロア火山ですね。まあ、もちろんハワイでも最大級の火山ですけども。それで、このトウ、えー、マウンドから今度、ゼゼロロゼロで、まあ、北に行ってみますと、まあ、ご存知東北、東北地方へ来るわけですけども、黒股山があったり、列、えー、石があったり、それから土偶の発見場所があったりというようなところをやってくるわけです。 でやっぱりこれは普通の場所ではないんだなっていうふうにあのこれで山,山内丸山潔。 愛が抜けてるわけですけど、山内、丸山遺跡、猛攻の近くにあるんですね。まあ、この辺の誤差はもう世界的に見ると何でもないわけですけども。で、こう、テオティワカンと今度、桜島をつないでみますね。で、このテオティワカンと桜島は、これは日本を貫く基軸中、まあ、データラインですね。基軸ラインですけども、そのラインもやはり、この今言いましたすと、そ、え、のー、遠水かマウンドの近くを通るわけです。まあ、これが直接関係あるかどうかは分かりませんけども、エラーはまあこんな程度あるわけですね。 少しあるわけですけども、まあ、この下の線が今言いましイ手置カンと桜島をつないだ線です。で、でもあのそのちょっと上あたりに遠水川古分があって、そしてその今星印のところにあの千歳山があるわけですね。で、なぜ千歳山が重要かということ、また,ま,たそのまた皆さんハワイということを言いまして、な、ま、ぜ、あ、かという疑問も終わりかと思いますが、まあ、今度は逆に、ね、270.00で、ねまあ、西二線を引いています。 えー、これがです、ね、あの以前から目をつけていたというか、以前からあの怪しいという、大変あの強く睨んでいます、これがチベットの山の、ここ、この白いところがチベットの山なんですね、左のヒマラヤ山脈からちょっと離れて,止め止まって、それを止めたような形になるのはこのチベットなんです。 これはもう大卑怯でして、このチベットの中に何かがあるということは前から強く感じてましたが、まさかこれがチベットを向いているとは、あの千歳山がね、あのから270できたらここへ来るとは思っていませんでしたが、まあ、チベットですね。あの、ネパールに住んでる方からあの、 この前メールを紹介しましたけど、このチベットというところも UFO なんて珍しくも何ともないほど毎日の人というか毎日の大きさですけども誰でも見てるんだそうですね。ですから地元の住民の方に UFO 出たりだってああ、そうですかって軽々いい話で終わってしまうというわけですね。で、ハワイの話をちょっと聞いてください。えー、ハワイの話をする。 時にですねこのまずこのアメリカの三大遺跡をつなぐ線ですね、これがブライス・インターグリオス、これがカオキア・マウンズですね、そしてこれがサーペント・マウントこの三社はですね、新一直線上にありますから、あのエラー全くありませんから、つないでみてください。で、ややこう下がったところですに、ね、ワシントン DC のワシントン大統領のあ記念館があるんですね。メイソンなんとかっていう記念館ですけども。 名前ちょっと忘れましたでここにあの右にあるのはこれワシントン、上の方にちょっとやや上にあるのがワシントン市です。でそのワシントン大統領、ジョージ・ワシントンの記念館がここにあるんですけど、ここにワシントンホールがあるんですねで。このワシントン大統領はです、ね、フリーメイソンのメンバーであったことはもう間違いないですね。フリーーメイソンのマークが真ん中に 書いてあるののかかりますかこの丸いところはフリーメイソンのマークです。そしてこの前に右の方に参道が見えますでしょ。この参道がですねまっすぐとハワイを向いているんですよ。ハワイのあマウナロア火山を向いているんです。で、その証拠に言ってわけてませんけど、この黄色い線が今マウナロアから引いてきた線です。 あの逆にね、マウナローアの火山の頂上から引いてくださいんですけども、このジョージ・ワシントンのメモリアルホールをですねの参道をまっすぐと横切りますから、横切るというか通過しますから、見てください。同じ方向、あのこれ、線が切れるのはコードを落としたためですね、あの決してあの、はい、あの、 たてもののデセンがかくれるんですね。あの、これで納得していでなとくしだがましだがね、この、ワシントンの memorial のほうがですね、マスント、ハイノ、マウナ、ロア火山を向いていると、カザン、オムイテルト。ハワイガナゼジュアカウセンのビデオがなごたさい。Hello、this is Hiroshihayashi, Hamamas City, Japan.In this video, it's my pleasure that I can talk about the mystery of、uh, ガスマップ p or aliens map,、uh, proof of Aikasa、uh, h e a l a n d In Japanese,、uh, 異星人たちが正二十面体、いわゆる正三角形を中心とした地図を使っていたということはたびたび証明してまいりましたが、まあ、今日改めてもう一度取り上げています。ハワイ、それからウェストポールですね。まっすぐ上行くとモヘンジョろうです。そして下がイースター島です。 えー、こう地球のあちこちを調べてますとです、ね、これはプレビアビヒア、右下がなぜかですけども、このようにこうきれいにこの角度で分類できるところがあるんですね。ただの,あの場所ではなくて非常に重要な拠点である場合が多いわけです。ギザー、それからまああのこうした角度できれいに分かれてくるわけですね。まあ、こうしたの角度、まあ、多少1、2度のエラーはありますけども、あの偶然と見るべきかどうかというのは大変。 まあ、皆さんの判断に任せます。で、これはもう一度、テのオティワカから今見たのをですね、実際の地図の上で皆さんに見ていただいております。タヒチアイランド、イーストアイランド。で、次にあのいあのナスカン、ここでナスカ抜けました、ナスカという文字が。そしてウエストポールですね。そしてあの左上、まあ、右上行きますと、ギザー60度で行きます。 で、この角度がこういう角度になって出てくるわけです。で、まあ、あのラクス右上が36 0になってますが、この45、45あったらどこ行くかですけども、アゾレス諸島のピコ行くわけですね。で、今度はもうちょっとナスカのげた手織和間の位置をちょっとこう、90度右の方へずらして見てみますと、今度はハワイとの関係が分かってくるわけです。 でハワイという島もですね、これまた綺麗れいな角度で分かれて出てくる島なんですけども、これはウェストポール、それかナスカと来るんですけどもあの、ここが90度になるわけですね。えー、っとハワイからの距離もこれあの、ハワイからテオティア間は90度ですね。でハワイからもう一回上空から見てみますと、タヒチ、ナンマドール、人工島ですね。 そして、ナマドールガムあの。タヒチ、イーサート、タヒチ、ナマドールガム、それから、モヘンジョドロ一直線でつながっています。で、90度、90度、90度という出てくるわけです。まあ、今度は別の角度から、今度はタヒチから見てみたいと思います。で、今日はタヒチをテーマにしてあの考えてみたいと思うんですけども、えー、こ,あこっちはマウント・ギャンビア、こっちがテオティワカンですよね。で、この距離がほぼ同じであると。7000キロでしたかね。で、モヘンジョダロがまっすぐ行くとモヘンジョダロ、下行くとイーサートと。 でイースター島とハワイの距離もほぼ同じだったと思います。あの後でお見せいたします。で、この角度が60、60。のと右の方が60、59っ1度の,あの誤差はあります。あのでもあの、このイースター島からモヘンジョダルいく線はあのテオデア間からに対しては120度シャープです。えー この線がですね、太平ギザあの、ハワイを取ってあのギ,ギザへ向かいます。ここあの右上がハワイで、えー、そのまま真っすぐ行きますとギザのピラミッドへ行くわけですねあの、エジプトへ。そしてこの緑の線がこれがあのマウントガンビアで、太平寺をって手を手を開って、その先でピコ、アゾレスのピコへ行くわけですね。 でもピコには何かがあるということは、この辺りで私は気がついたんですけども、うん、まあ、断定的にはまで言えませんけども、ひょっとしたらアトランティスの発見につながるかもしれません。これが太子島です。でまあ、移動経路はこういうふうに示してみたんですけども、これは正二十面体、アイクサヘドロンのエイリアンたちが使っている、あれ神々が使っている地球儀、あのー、いわゆるテレストラルグローブですね。で、上がもう変異だろう。 60度で行くと 6, 6も変異上だろうと。で、第一から今度イスー,ー右下がイスターアーランド行くわけですね。で、これも60度だと。でも、あの、ちょっとあの、60度で見えないのは、あの、これ、あの、いやいや,いや,いやね、上の方から見てるから、できるだと。こういうまあ位置関係にあるわけです。で、距離を測ってみますと7000、7000っこれまた不思議なんですね。あの、不思議というか、あの、マウントギャンピアと第地それからテオティワカンとピコモコの7000キロなんですね。 6,900九百。 50とか60とか数字ですけども、まあ、7000キロとであのタイチからあのイースター島とタイチからハワイの距離も同じなんですそしてこのぐるっと回って右の方がギザ左の方がモヘンジョーラ行くんですけどもここはあの2000キロほどの差がありますそこでですねこの一辺は約ですよこれは一周が4万キロですからそれを走ればこの距離になるそしてこれは5で割ると一辺が8000キロになるわけですねということは今までの伸びてきた数字とほぼ一致するわけですっていうのは このアイクサヘドロンはあの直線距離ですからね、あのこれ球体にしますともう少し伸びるわけですけども、あの伸びるということは長くなるわけですけども、ほぼ一致するということなんですよね。というようなことから、あのまあ今日はあの大気中を中心として、 何て言いますか、正二十メンタル地図の証明をしてみました。あのただ、あのどこがねあの中心といいますか、頂点だということはあの決まっていませんので、ご注意ください。Thank you very much for watching and see you next time. Bye.、まあ、以上のビデオでですね、ハワイがなぜ重要な場所であるかを理解してしていただけたと思います。ハワイはまさに太平洋におけるまあき、まあ、データンポイント、起点になってるんですね。起点というか、まあ、あの、 なんとまだ表現のようがありませんが、まあ、90度で遠水か古墳からハワイに来ると、でここに90.00でハワイに来るんだということですね。でハワイはまさに太平洋の真ん中、あの大,使となら大使の,、ね、あの森や島と並んで、まあ、起点になっているんですね。 そして今度270.00で、まあ、西に向かってみます。いよいよあのチベットへ来るわけですね。で、チベットで私が前から目をつけている一一箇所があるんですね、山があるんです。 あのこの山にが、ね、今日は初めてまたあ、まあのそのあのそと地獄山からつながりましたんですけどこれはいろんな線がねここへ集中してるんですねここにね実に奇妙な円形の山があるんですけどもまあこれは自然できたものなのかそれともそうでないのかそれはわかりません今の段階ではただ前からあのこの山を不思議だなというふうに思っておりましたあでこの山なんですけども こ,のそのこれがその山の周りの壁ですね、これチベットあの壁というかあのこれが山、丸い山を取り囲んでいるあの山なんですけど、この山をです、ね、ちょっと見てみますと、これがまた、まあ、自然に,できによってできたものだろうというふうに。 今の段階ではそのようにしか言いようがありません。先ほど写真を見せましたのが今のう、ね、後ろの山ですね。で、これがあの、まあ、そこであのタイムトンネルで戻ってますと、これは2005年、2010年ですね。それでまた2013年というふうに、今じゃあ,あの、このように、こうなんな、ってますか。 ある一定の期間を置いて同じ場所を見ることはできるんですね。そこでこの点からですね、ナスカに線を引いています。えー、ナスカやってきました。これがナスカですね。でやっぱり線があるんですね。こういうそのあれと思うようなというか、あのこれはあの以前からこのこの線も気になってたもんですから、先ほどの丸い山は私はもう何ヶ月も前にも気がついていました。 でこれがですね、あのー、この線に注意してくださいね、これ、ナスカ、あの丸い山からナスカに引いてくださいんですけど、まっすぐに重なりますね。でところが、これはね、自動車の道路とも重なってるんですよ。で、2013年の方にはこう白い線がありますね。ところが、2005年の方にはですね、この白い線がないんです。 皆さんは、これは自動車の道路だというふうに思われるでしょう。4WD かなんかで走り回ったような感じの線ですからね。ところがですね、2005年の線をもう一回よく見てくださいあの。消された跡があるんですよね。このよく見て、あの色を描いて、色というか、サイド、ガンマを描いてみますと、こういうふうに、よくわかりますかここに線が出てるのわかりますね。薄い線がね。やっぱり線はあるんですよ。 あのやっぱりね、あの、先の丸い山を示す線は、えー、ラインは、なすかにあるわけです。となると、チトセは普通の山ではないということになってくるわけですね。という,ふうにのは私の結論です。今のところ、まあ、これ以上のことは分かりませんが、あとはチトセへ、現地へ行ってみて、自分で、えー、調べるしかないんじゃないかと思っています。あの、メン・ジョーンさんあーでしたかあの、どうも、メン,ン・ジョンさんですね。えー、どうもあの、メールありがとうございました。あー 近く必ずシャベに山渡しへ参ります。よろしくお願いいたします。バイ。